よろしくお願いいたします。でマスコミの皆さん、質問ある方は挙手をお願いいたします。イーファイト松井さん、お願いします。イーファイトの松井と申します。よろしくお願いします。まず、怪我はね、おそらくもうほぼ大丈夫だと思うんですけども、ご自身の今のコンディション、含めて、ちょっと教えてください。そうですね、怪我はもう1ヶ月ぐらいで完全に、治って、すぐ練習を再開できたので、全然問題ないのと、本当にすごくいい練習が日々できているので、すごくコンディションは、いいです。怪我をした直後 の, ちょっと、ミッドウチとか見たんですけど、今回もそうですけど、蹴りが、ね、すごく良くなっているイメージなんですけど、ご自身ではどうですか？やっぱり右の拳を痛めていたので、そのパンチの練習が、できない、時期があったので、その期間に下半身のトレーニングだったり、その蹴りのミッドウチをひたすらやってたので、そこでかなり、蹴りが強くなったっていう手応えはありますね。あと、ブレイブジムで の, 練習っていうのもすごくあったと思うんですけれども、この成果もちょっと教えてください。そうですね、ブレイブさんとは週に、1回トライフォースに、練習に来ていただいて、で僕が週1回練習に行かせていただいてるんですけど、そこでちょっと宮田さんにレスリングだったり、あとは寝技のテクニックを、実践の中でポイントポイントで教えてもらって、すごく、技術が上がったかなと思います。ブレイブジムで の, その練習っていうのをちょっと映像でも見させていただいたんですけれども、結構技術がこう何ていうんですかね、こう配信されてしまっ て, ってちょっと心配ではあるんですけれども、そこら辺は大丈夫ですか？そうですね、全然見せてもいいところしか見せてないので、もっと本当は隠したい技術とかっていうのは全然見せてないんで、全然問題ないです。ご自身の中でその前回の試合からどのぐらいこう強くなってるっていう確信がありますか？いや、なんかもう全てにおいて、強くなってるんで、その練習量も本当に増やしましたし、基本的なスタミナだったり、パワーだったり、あとは技術全てで、向上してると思うんで、ちょっと次の試合を楽しみにしてほしいなっていう感じです。滝沢選手 の, その打撃についてはどういう評価をしてるんですか？そうですね、なんか、特に思うことはないんですけど、勝負どころで勝負できる強さを持ってるのかなっていう印象ですね。下がらず打ち合えるだったり、攻めるところで、攻めれる選手かなっていう感じですね。ご自身では打撃勝負っていうところも考えてるんでしょうか？もちろん打撃で勝負しても全然問題ないと思います。ブレイブでこう教わった、例えばテイクダウンとかね、そういうのを狙っていくっていう気持ちはどうですか？もちろんその可能性も十分ありますし、その試合の中でいろいろ準備している作戦もあるんで、そこでいろいろ変えていきたいなと思いますけどね。わかりました、ありがとうございました。ありがとうございます。次、日刊スポーツ藤中さん、お願いします。お世話になります、日刊スポーツの藤中です。お願いします。お願いします。
まあ、試合1日で2試合勝つまでにやるということで、その自ら の、 その、まあ、体力も含めたタフネスの鍛え方みたいな、そんなところって何か意識されてることあるでしょうか。そうですね、やっぱり1日に、行うスパーリングの数を増やしたりとか、あの連続で、こなしたりとかっていうところですかね。まあ、あとは、まあ、体力をいつも以上になんか走り込みだったりとかっていうのを、やって体力をいつも以上につけてるっていう感じですかね。あと、あの、まあ、あの戦いというのは相手次第で、あのどうなるかわからないですけれども、その戦い方で、まあそのまあ、2試合意識って言い方ちょっとあれですけど、なんかそういう戦い方を少しこう滝沢戦で変えて決勝で変えようみたいなプランみたいなのは頭の中にあったんですけど、そういうことはあんまり考えてないですか。そうですね、まあ、先のことはそんなに考えないようにはしてますけど、まあ、うん、一応3人の分析をしっかりしてるんで、まあ、リザーブの選手も含めてですけど、うん、なんで、まあ、その選手に応じた作戦を一つ一つ組み立ててるので、その通りに、戦うだけです。わかりました。で、あの、まあ、このバンタム級グランプリ1年間、まあ、ずっと続けてて、ようやくこのゴールが近づいてきましたけど、ずっと1年間結構気持ち張り詰めてたと思うんですね。あんまり大怪我しちゃいけないとか、そういう時になんか朝倉選手の中でこう、気持ちのリラックス方法というか、なんかこうこういうことをしてちょっと気持ちとか体をリラックスしてるっていうのは何かございますでしょうか。そうですね、やっぱりその試合前の期間は、追い込みになるんで、試合終わった直後ぐらいはちょっと息抜きに、あの、遊ぶようにしてました。うん、だいぶそれでそのオンとオフの切り替えみたいなのがだいぶ、まあ、この1年ずっとできてきたかなっていう手応えみたいなのありますか。そうですね、そのオフがあるからこそ、その追い込み時期にしっかり頑張れてきたのかなと思います、ね。うん、あと最後にもう一つだけ、すみません、先ほどそのトレーニング時間を増やしたっていう話あったと思うんですけど、まあ、あの時間的なものでこのぐらい増えたとか、その、まあ、2倍に増えたとか、なんかそういうちょっとこう数字的なもので教えていただけるとありがたいなと思うんですけど。数字的なものはちょっと難しいんですけど、なんだろうな、その すいません、基礎トレーニングの時間がすごい増えましたね。その走り込みだったり、縄跳びやったりとか、まあ、その階段走ったりとか、そういうのの時間がすごく増えました。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。他いかがでしょうか。合格、松山さんお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今 の、 その走り込みっていうのはラントレとしてどういうようなメニューでやってこられたんですか。日に分けて、あのダッシュの日と、まあ、中距離の日を、分けてやってたんですけど、はい、30メートルの坂道ダッシュっていうのをやる日と、うん、あとは1000メートルを2本3本やる日っていうのを決めてました。それはタイムを決めて、その中で走るという形ですか。そうですね、毎回タイムを測って記録を伸ばしていくっていう感じでやってました。ランプレを本格的にやったのはいつからですか。あの、このトーナメントが始まってから始めてたんですけど、まあ、その、うん、もう量を増やしたのは今回の、試合前からですかね。そのこう手応えっていうのは、あの実際の試合の中でどうか。そうですね、やっぱりそのスパーリングやる中でもやっぱりスタミナがつきましたし、そのステップがすごく踏みやすくなったので、まあ、その瞬発力とかも格段に上がってると思うんで、まあ、そこをちょっと注目してもらいたいなと思いますね。はい、1回戦 の、 あの滝沢選手の映像に関しては、これまで の、 その扇久保戦とかも、ご覧になられたと思いますけれど、あの実際どんな試合になるというふうに考えますか。そうですね、なんか結構向こうの狙ってることというか、あのやってくることは想像がつくので、まあ結構一方的な展開になるかなと思いますけどね。向こうも同じことを言ってました。大体想像がつくと言ってましたが、それをじゃあ上回るこう新たな動きもあるという感じでしょうか。そうですね、多分対戦相手が味わったことのないその打撃のスピードだったり、あの威力を感じることになると思います。なるほど。
テイクダウンはあのされるイメージがないと向こうも言ってましたけど、はい、そこはいかがでしょう、自信は。いや、余裕だと思いますね。あの今日あの大外からの左の蹴りもともと得意でしたけれど、あの特にあのスパ他のスパーとかを見てても前の 前足の蹴りがすごくあの綺麗に出てると思いました。あれはあの大木久保選手のこうも使ったようにこう今回の試合に向けて磨いているものでしょうか。そうですね、やっぱり蹴りの練習にすごい時間を取れたので、その、まあ、蹴りの技術だったり威力が、向上してるんで、まあ、今回の、まあ、試合でたくさん使える場面があるのかなと思ってます。それに会見の時にフェイスオフでちょっとあの久しぶりに朝倉海選手のゴンタ顔が見れたんですけど、あれはちょっとイラッとした感じがあったんですか。いや全然ないです。そうですか、はい、聞かなかったように見えました、ね、いやそれは多分気のせいだと思います。全然そんなに穏やかな気持ちでした。うん、今回1年間先ほどもありましたけど通して元王者としてグランプリ参加を決めたじゃないですか、はい、その中で、まあ、あの怪我もありましたけれど実際にこう、グランプリに出たことは桜川選手にとってあのどのようなこう、成長があったのか、それともあのやっぱりやってよかったな、入って勝ち上がってきてよかったという感じもあるんでしょうか。まあ、正直その参戦しなかった場合どうなってたかっていうのが分かんないんで、その正解だったのかどうかっていうのは、分からなかったんですけど、分かんないですけど、はい、まあでも結果的にそのバンタム級トーナメントは結構盛り上がって、その日本の格闘技も盛り上がってるので良かったのかなとは思ってますね。で僕自身絶対あのここでは負けちゃいけないっていう思いがあるんで、まあそこで自分に鞭を打ってあの練習を追い込むこともできましたし、結果的に強くなれたんで、まあ、良かったのかなと思ってます。はい、あのもう一方のブロックに関しては会見でも言ってましたが、どちらが来るかは、まあ、分かりづらいところもあるとはいえ、この、試合直前になって実際のところどういうふうに考えてますか。そうですね、本当にどちらが勝つか分かんないんで、まあ本当に両方の選手の分析をしているっていう感じです、うん、3試合と言いました。それはあのグランプリでリザーバーが上がってくる可能性も見据えてのことだと思いますが、はい、どちらが3試合あのリザーバー上がってくると思いますか。あの試合もちょっと よく分かんないんで、どっちも勝つ可能性あるなと思ってて、うん、だからそのリザーバー2人の、分析もしっかりしてます、うん。その上でこう朝倉海選手はやっぱり試合の中で行くときに行くというか、その会場の盛り上げることも考えて激しい試合になることもあると思います。今回の1日2試合という中でどんな試合で優勝までたどり着きたいというプランを考えていますか。まあそうですね、まあ、いつも通りそこは相手が効いたら倒しに行くっていうか、チャンスがあれば倒しに行くし、うん、まあでも本当に今回ばかりは勝ちにこだわってもいいのかなとは思ってます。なるほど。それは必ず勝ち上がるためにこう怪我なく上がりたいというところもある。そうですね、はい、宮田さんとの話の中ではもうこの試合が終わったらどういう形になってもいいという発言もありました。それはその覚悟はあるということですよね。そうですね、もう2試合、戦い抜くつもりですし、もう多分体もボロボロになると思うんですけど、まあ本当にどうなってもいいと思ってるんで、とにかく体がどうなってでも、絶対優勝しないといけないなと思ってます。この優勝した先に世界への道筋も出てくるかと思います。この間のセルジオ・ペティスと堀口教授、堀口教授選手には対戦者は一度勝ってるわけですけど、その上でその上でセルジオ・ペティスの戦い方をどのように感じましたか。そうですね、まあああいう戦い方は確かにその堀口選手にとって有効だなとは結構思いましたけどね、その待ってチャンスを狙うっていうのは、うん、とはいえ3ラウンドにわたってはこう
テイクダウンも交えて優勢だったという見方もあります。あの中でこうペティスにこうペースが傾きかけたというのを感じてたんでしょうか。いや、ペースは堀口選手がずっと握ってたと、思いましたね。ただその、うん、2ラウンドか3ラウンドでも時々そのバックブローだったりハイキックだったりっていうその危険な攻撃はあるなっていうのは感じてました。うん、グランプリ王者としてセルジオ・ペティスのようなこうチャンピオンと戦ってみたいという気持ちもありますか。もちろん戦ってみたいですね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。他いかがでしょうか。なければワンセブンライブさんお願いします。ワンセブンライブです。よろしくお願いいたします。お願いします。もうたくさんのリスナーさんがご覧になっておりまして質問もすごく来ておりますので、はい、こちらのカメラに向かってよろしくお願いいたします。あれ滝沢選手見てないですか。今日はねご覧になってないです。ダメじゃないですかちゃんと見ないと滝沢選手いらっしゃらないはい、ということでちょっといくつか先発観戦して呼ばせていただきます。まず、1日に2試合することで体力的な問題、疲労はどう考えていらっしゃいますか。もうね、本当にこればかりは本当に未知の世界なんで、もうやってみないと分かんないなっていうのと、まあ、でも人間って結構頑丈だと思うんですよ、意外と。なんでなんとかなるかなっていう感じです。その、時間、リカバリーの時間はどのように過ごされるご予定ですか。もう、なんですかね、マッサージしてもらいながら寝たりとか、そういう感じですかね。一回家帰れたら帰りたいですけどね。ダメなんですかね。帰りたいです。はい、ありがとうございます。今回なんですけど、セコンドはどなたがつくのかといろいろですね、皆様お聞きになられておりますけど、セコンドはどなたがおつきになられるんですか。そこまだちょっと今、検討中です。はい、はい、ありがとうございます。あとですね、2021年の漢字、一文字で例えると何ですかと。2019年は挑むということだったそうなんですけど、はい、出たな、それ難しいやつ来るな急に漢字、何でしょうね。まあでも今年も挑むじゃないですか。もう常に挑戦だと思います。なんかこのグランプリも自分にとっては挑戦なのかなっていう感じです。はい、ありがとうございます。あと大晦日試合後何か、自分に対してのご褒美というのは考えてますか。ご褒美か、そうですね、なんか高級なお酒を買いたいなって感じです。お正月食べたいの。正月、お寿司が食べたいです。絶対もうお寿司。はい。だから試合後はお寿司が。そう、試合後ルーティーンになってます。試合後ルーティーンで、じゃあいいお寿司、高いお酒と、はい、お寿司を召し上がると。そうですね。感じでございます。ありがとうございます。ちょっとすごい質問が流れております。ありがとうございます。あと対戦相手の角澤選手の一言何かあれば。よろしくお願いしますありがとうございます。ご自身の東京大会で大晦日の注目試合というのがありましたら教えてください。兄貴の試合ですかね。はい、ありがとうございます。過去に、滝沢選手と一緒に練習されたことがあると思いますが、その時の印象を教えてください。印象か、結構前なんであれですけど、なんかレスリングとか寝技の、練習をしてたんですけど、まあ、結構そのタックル その切る反応とかは早いなっていう印象はありますね。はい、ありがとうございます。滝沢、井上選手と大久保選手どっちと戦いたいですか。どっちと戦いたい、どっちでもいいですよ。はい、ありがとうございます。本当に尽きないですけど、応援コメントも尽きないでございます、尽きないですけれども、はい、皆様、リスナーの皆様に一言メッセージをお願いできますでしょうか。大晦日は
ちょっとね、最高の試合を2試合お届けしますんで、ぜひね、会場とか、ペーパービューとか、フジテレビとかで、しっかり見てくれると嬉しいです。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ワンセブンライブでした。ありがとうございます。マスコミの皆さん、追加で質問ございますでしょうか。日刊スポーツお願いします。あ、すいません、追加で日刊スポーツの品川です。まだもう一人 の今年残っているのは100本創始なんですけど、2022年にのその朝倉選手のか、まあ、なんかこう野望というか目標というか、なんか今思うことございましたらお願いします。2022年こそは海外挑戦をしたいなと思いますね。海外での試合を実現させたいなと、ダメージ対、はあはい、ダメージ対なければいつぐらいにやりたいとか、なんか時期的なものってあったりしますか。ああ、でもそのコンディション次第かもしれないですけどね。でもそうですね、バンタム級トーナメントって枠が空いてるんですかね。そのベラトールの出られるチャンスがあれば出たいなと思いますけど。わかりました、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他いかがでしょうか。あ、キツネライブさんが、はい、お願いします。すみません、今ちょうど滝沢選手がいらっしゃいまして呼ばれてたよみたいなコメントが来ておりまして、滝沢選手が今来ております。一言お願いしてもよろしいでしょうか。俺の公開練習を見てしっかり分析しておくれ。はい、ありがとうございます。ここから失礼いたします。ありがとうございました。では以上となります。朝倉海選手、どうもありがとうございました。ありがとうございました。